日本一の高級歓楽街と言われる銀座。立ち並ぶ高級クラブは400軒以上。そこで5000人以上のホステスたちがしのぎを削っています。その銀座でナンバーワンホステスに上り詰めた斉藤理恵さん。彼女は耳が一切聞こえません。その障害を乗り越えるために始めた筆談が多くの客の心をつかみ癒しているのです。誰もが知る人気ホステスとなり、エッセイも大ベストセラーになった斉藤さん。彼女が人々の共感を呼んでいる理由は、彼女ハートがあるからね、はいはいはい、やっぱり優しさとやっぱり気遣い、やっぱりさすがだなっていうすごいなって気がしますよね。ホステスとして最高の夢を叶えた斉藤さん。しかしそこまでの道のりは波乱万丈だったのです。ただいま。おかえり。リエは？まだなの。大丈夫だろ、もう高校生なんだし。私たちこれからクラブに行こうって話になってて。あ、ちょっと待って。私たちこれからクラブに行くの。リエは帰った方がいいんじゃない？でも耳聞こえないのにクラブ？ねえ、サトシ、リエ、写真撮るわよ。いい、こっち向いて。はい。サトシ、食べてばっかりいない。はい、もう一回。じゃあ撮ります。ちょっと待ってて。もしもし、斉藤でございます。あ、どうも、いつもお世話になってます。明日10時町会会館集合ですね。はい、わかりました。ええ、会費はその時に。お母さん。はい、わかりました。はい、じゃあ明日よろしくお願いいたします。失礼します。お母さん、リエが。リエ？どうしたの？リエ、暑いわ。妹のリエの聴覚を奪ったのは髄膜炎という病気だそうです。リエがもうすぐ2歳になる夏の日のことでした。あの日を境に僕たち家族の歯車は少しずつずれていったのかもしれません。
ねえねえ、俺たちと一緒に飲まない？ねえってば。そんなに冷たくしなくてもいいじゃん。第二メール、彼氏から。あれ、この子さっきの不思議ちゃんじゃない？楽しみだってやめて。何？ちょっとこの子耳聞こえないんだからやめてよ。だからあんな変な声なわけ、ね、もう一回なんか言ってみて。もう一回。エビティーユシティー、触れないでー。何すんだてめえ。おい、なんだよ。こんな時間までどこへ行ってたの？母さん、そんな頭ごなしに言わなくても。友達の家だろ。リエ、本当のこと言いなさい。なんだよ本当って。俺だってゲームしてて気づいたら朝なんてザラだよ。これからは気をつけろよ。ほら、リエも反省してるみたいだし、もう遅いから寝よ。座りなさい。どこに行ってたの？なんとか言いなさい。何のために小さい頃から発声教えてきたと思ってるの？そうやって話さないでいると喋れなくなっちゃうのよ。リエ、ちょっと待ちなさい。リエ、母はリエのことを健常者と同じように育てたかったのです。いや、リエちゃんの喋り方気持ち悪い。宇宙人だ。ちゃんと。母のしつけはとても厳しいものでした。二人は文字と正しい発声を身につけるため繰り返し練習していました。リエも必死に頑張っていました。母は手話ではなく相手の唇の動きを見て言葉を理解させようとしました。おかげでリエは家族の唇は読めるようになったのです。もう一度。母は勉強や習い事、
思いつくものは何でもやらせました。理恵は言われた通り一生懸命努力していました。でも上手。理恵、何でもいいから一番になりなさい。一番になれば耳が聞こえなくてもみんなが認めてくれる。いいわね、一番になるのよ。一番になりなさい。いつの間にかその言葉はプレッシャーとなり、リエの心に重くのしかかっていったのではないかと思うのです。うざいんだよね、あんた。昨日みたいなの超迷惑だから。じゃあなんか喋ってみて。そういうこと、いちいちめんどくさいんだよ。言いたいこともわかるけどな。何でもない、こっちのこと。つまりさ、俺らは男と女でよかったってことだよ。ほら、なんつうの、アイコンタクト。言葉なんかいらないっつうかさ。親、夜まで帰ってこないから。な、俺らさ付き合ってもう1ヶ月だし、そろそろいいよな。恥ずかしがることないよ。リエは可愛いよ。大丈夫だって。なんだよ。じゃあ何のために来たんだよ。何見てんだよ。帰れよ。とくやってらんねえよ。お前みたいに口も聞けねえ女、やる以外何があんだよ。どうぞどうぞ。
よかったら鏡の前で合わせてみてください。うわ、お客様とってもよくお似合いですよ。うん、いい感じ。ほら、すいません、これの色違いってありますか？あ、はい、少々お待ちください。はい、お待たせしました。これの色違いなんですけど。はい、色違いね。よね、こっち来てください。あ、店長、警察に連絡してきます。頼むね。はい、君、名前は？学校はどこ？どうして万引きなんてしたの？もしかして耳聞こえないの？こちらです。この子です。ああ、これがさっき盗もうとした、うん、どうも申し訳ありません。あの、実はこちらの間違いでして。え？あの、ここのことはいいからね、あの、店番頼むね。あ、どうも、わざわざ来ていただいてすいません。おいおい、あ、どうも、はい、どうもお騒がせしました。申し訳ありません。二度とするなよ。マジで？やるね。てか巻き取ったんじゃない？うるせえ。彼女免許。ずっと学校に行ってないってどういうこと？本当なのか？リエ、理由を言いなさい。リエ、黙ったままじゃわからないでしょう。姿を見たのは初めてでした。この日以来、母は学校へ行けと言わなくなりました。リエは高校を中退しました。
この番組は自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王、ずっと支えるもっと役立つ日本生命、リーディングイノベーション東芝と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。あっ、どうしたの？学校。そうか。ねえねえ、洋服好き？ありがとうございました。セーター欲しいんですけど。セーター、タートルネック。本当だ、こっちの方がスラッとして見えるかも。リエちゃん、僕よりセンスいいから。どっちかね、これ。どっちがいいですかね。こっち、こっちで。気に入りました。本当ありがとうございます。いえ、最近ギキしてきたよな。そう思わない？お茶飲むでしょ。たくすのじゃないな。僕はリエに心からの笑顔が戻ったことが嬉しくてなりませんでした。この笑顔がずっと続くことだけを願っていました。それなのにあんなことが起きるなんて。これで全部ですね。うん、ね、あっちも片付けやって。あ、はい。これは。お、どうも。急なんだけど、今週いっぱいで店閉めることになっちゃって。いや、なかなか売り上げ伸びなくて、お役に立てなくて申し訳ない。このこと、リエは。いやいや、これも。ごめん、先行ってて。おリエ、久しぶり。気になってたんだ、リエのこと。駅前の新勤にいるの。何は OL、 ガリは保育士の学校行ってる。結局普通になっちゃった。リエも頑張ってね。リエにとってやっと開きかけた扉がまた閉じたように感じたに違いなかった。
ここ数年で技術が格段に進歩したんだって。耳が聞こえるようになったらどんな仕事だってできる。成功率は高いんだって。補聴器くらいはつけるかもしれないけど、普通の生活ができる人も多いらしい。初任給出たらおごれよ。俺、助手席は遠慮するからな。リエ、センスなさそうじゃん。大丈夫？リエ！父さん、朝一で札幌だったんだ。よかった、間に合って。大丈夫だよ。頑張ってリエ。母は口には出しませんが、リエの耳が聞こえなくなったことを目を離した自分のせいだと責め続けているのです。僕もリエと一緒にいながらなぜ助けてやれなかったのか、いつもその思いが心から離れませんでした。リエに聴力を取り戻してやり、ずっとリエを支えていってあげなくては。では始めます。そう思っていました。斉藤さん、声聞こえますか？私の言ってることを分かりますか？リエさんの場合、耳が聞こえなくなったのが言葉を獲得する前だったため、言葉を聞き取るのは難しいでしょう。今の医学でしたら子供の頃手術をしていれば治っていたんですが、残念です。そんな、あの、だったらどうしたらいいんですか？お願いします、リエの耳聞こえるようにしてやってください。お願いしますよ先生、リエを普通の人と同じにしてやってください。お願いします。サトシ、もう一度手術してください。そしたら治るかもしれない。だから先生お願いします。サトシ、やめなさい。
いい天気よ。着替えて降りてらっしゃい。リエの好きな焼きリンゴ作ったからお茶にしましょう。さあどうぞ食べましょう。久しぶりに作ったけど上出来の方かな。ねえリエ、近くのカルチャーセンターで油絵の講座があるんですって。お母さんも少しは趣味でも持とうと思って、あなたも一緒に通ってみない？もういいじゃない、もういいのよ。リエはこの家でのんびりしてればいいの。さあ食べましょう。わたしの名前もう一度頑張って。いえ何でもいいから一番になりなさい。一番になれば耳が聞こえなくてもみんなが認めてくれる。いいわね、一番になるのよ。もういいじゃない、リエはこの家でのんびりしてればいいの。バカ野郎、死にたいかや。大丈夫？大丈夫？膝から血が出てるわよ。大丈夫？膝から血出てるけど。ちょっと染みるかもしれないわよ。ちょっと待っててね。お待たせ。よかったらお友達を紹介して。お友達にあげて。絆創膏。
見違えたわ。けどママも物好きですよね。無理に決まってるって。鈴木さん、先ほど話してたリエちゃん、よろしくお願いします。座って。ごめんなさいね、今すぐ。白井さん、お久しぶり。お、ママ大丈夫。何か夜の仕事をしているのかもしれない、そう感じていました。最近いつも遅いけど大丈夫か。でも理恵に確かめることはできませんでした。母がどう思っていたのかは分かりません。母は理恵に何も尋ねませんでした。理恵ちゃん、ちょっと。島田さん、この子が理恵ちゃん。ああ、ママが言ってた耳が聞こえない子って君か。よろいげねげりめい。リエちゃんはいくつで。そうか、聞こえないからと。今いくつ。私何月生まれ。おお、奇遇だね。私も水亀さん。リエちゃんは字がとても綺麗だね。若い子にしては珍しい。小さい頃ご習字に通ってた、賞をいただいたこともある。すごいじゃない。そうなんだ。この四角に漢字を入れて、うん、いくつ四字熟語が作れるか今日。よし、今度は負けねえぞ。よーい、スタート。スタート。じゃあ池波さんのご栄転に乾杯。乾杯。アメリカだ。
酔ってるのね。今までお母さんが気づかないとでも思ってた？こんな仕事今すぐやめなさい。わからないの、リエ。やめなさい。ヒエ、ヒエ、やめなさいよ。こんなもの着てお酒なんか飲んで男の人のご機嫌取ってやめなさいよ。やめて。何やってるんだよ。私は黙ってて。やめろって。何時だと思ってるんだよ、二人と。あ、ホステスだけはやめなさい。ホステスなんて仕事じゃないのよ。ヘメイ、ヘメイ。そんなとこに立ってたら寒いでしょ。中に入んなさい。気にしなくていいの。ちょっと待ってて。ここはね、銀座。昔働いていた場所。可愛かったでしょ。ありがとう。今でもね、時々銀座のこと思い出すわ。銀座はホステスにとって夢の舞台。日本一の場所。では自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王、ずっと支えるもっと役立つ日本生命。銀座でナンバーワンということはリーディングイノベーション東芝と、俺が連れ戻してくる。このままでいいわけないだろ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。母さんのために来てくれ。あ、ママ、リエちゃんこっちさ呼んで。リエちゃん呼んで。リエさん入ります。難題もない人生は無難な人生。難題のある人生はありがたい人生。はあ、リエちゃんさすがだね。よかったですね。今彼女と喧嘩中で、どうしたらいいめだ。失礼します。はい、リエさん、お待たせしました。リエさん入ります。ちゃんだってよ。
サトシ？リエンとこ行ってくる。俺が連れ戻してくる。俺だって母さんと同じだよ。このままでいいわけないだろ。いい加減帰ってこい。少しは母さんの気持ち考えろ。さあ行くぞ。リエ。リエ。いい加減にしろ。ここに。ずっと居座ること自体ご迷惑だろ。そんなこともわからないのか。失礼します。いえ、ずっとホステス続けるつもりか。妹が男に酒作って愛想笑いしての喜ぶ奴がどこにいる。どういうことだ。約束できるとしたらそれは
行ってきめーじ。頑張ってね。めめむ。はい、こんばんは。お待ちしてましたよ。瀬川さん、どうぞ。やだ瀬川さん、こちらが理恵ちゃん。洒落たことするね。君が噂の筆談ホステスか。君が作ったの？ああ、それでリンゴ。色白で綺麗でしょ？そっちがそう来るなら山があっても山梨県ベタ返し。やだ瀬川さんたら面白い瀬川さんの冗談大好き。そう冗談だけど。美味しそう。ブドウとかもあったよ、ね、ブドウ。山梨もブドウも、うん、そうそう、うん、立派の。どうして僕の好みの濃さが分かったの？リエちゃん、花丸、同伴に誘っちゃうかな。よろしくお願いします。よし、やったじゃあお礼に手品やるよ。チチン、プイプイ何が入ってるか。素敵。いつの間に。
と愛って違うのかな。恋は下に心があるから下心、愛は真ん中に心があるから真心。本当だ、すごい。リエさん、リエさん、私にも教えてください。大切なのはどれだけたくさんのことをしたかではなく、どれだけ心を込めたか。リエちゃん、いい言葉だよね。これだよ、これだよ。これちゃん、ありがとう。隣に誰かがいるだけで憂いは優しさに変わります。優しさじゃない。ありがとう。俺も明日から会えちゃう。また来るからね。はい、ありがとうございます。また来てください。気をつけて。普通なら寿司屋ってとこなんだけどね、今日はリエちゃんにぜひ見せたいものがあったんだよ。じゃーん、この橋俺が作ったの。いやいやいや、それほどでもないんだけどね、この橋のこのほら足だけ、そうそう、初めての作品。田舎のちっぽけな工場から始めてさいつか成功したら銀座のクラブへ行くってのが俺の夢だったんだよね。あのね、銀座が夢だった。何？あ、そう。じゃあ二人は似た者同士だね。似た者同士だね。なんだ、似た者同士だ。わーい、似た者同士だぞ。積もりそうね。うん。母さん、来週の土日のことなんだけど。え？いやだな、忘れたの？おばさんの13回忌法要だよ。あ、おじさんに来てくれって頼まれたじゃないか。確か東京の。うん、目黒にあるお寺さんだってさ。東京。お疲れ様です。あれ、リエちゃん、何してるの？あー、青森のママにメール。喜んでるんじゃない？銀座で働いてるの。じゃあお疲れ様。お疲れ様。来週の土日、みんなで東京に行く。母さんのために来てくれ、サトシ。どうかしたの？あ、青森からわざわざ。よかったわね。あ、だったら。美味しいものでも食べていい。はい、じゃあね。
します、はい、お預かりします。お父さん、とりあえずビールでいい？うん、あの、これ一つ多いです。え、あ、いや、いいんです、ビールお願いします。はい、かしこまりました。黙ってて悪かった。いや、実は理恵呼んだんだ。理恵が来るの？君に連絡するのもこれが最後です。今まで楽しかった、ありがとう。会社が倒産した、もう全部おしまいだ。初めての店だからリエのやつ迷ってんのかもしれないな。これがリエの答えよ。辛いのは幸せになる途中です。
立って半畳、寝て一畳。あそこは立っても数インチ。あそこ。おかしなやつだな、リーちゃん。そうだね、これはリエちゃんに一本取られたな。命を取られたわけじゃないんだ。よし、もう一回やり直してみるよ。じゃあ、あとはあの電球とお花の交換よろしくね。はい。すいません。すみません、うちは日曜日お休みなんですよ。いや、リエいますか？兄です。僕、リエの兄なんです。お帰りになりましたけど。無理に決まってるって思ったものですよ。リエがここに来た時。いくら青森でホステスをしていたと言っても、ここは天下の銀座ですもの、わけが違うって。ああ、でもね、リエ、今日も死のうとしていたお客様を助けたんですよ。リエとの筆談はね、心の声がかけるんですって。筆談が会話を超えることもあるって、私もリエから教わりました。リエちゃんね、今月でついにナンバーワンになったんですよ。リエがナンバーワン？銀座でナンバーワンっていうことは日本一ってことね。日本一？いつもありがとうございます。後ほど。お鍋のコンロ出してくれる？ああ、
ございます。ありがとう。今月もナンバーワンはリエちゃんです。リエちゃん、おめでとう。おめでとう。おめでとう。じゃあ今日も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。おめでとう。私も頑張るよ。おめでとう。おめでとう。だからおめでとう。また今日も田中さんいらっしゃるんですか。いえ、これ大阪で橋を作ったらいつか理恵を招待します。会える日を楽しみに。瀬川さん、再出発できたのね。安心したわ。再出発。リエのおかげ。リエ、おかえり。元気だった？リエの活躍、みはるママからいつも聞いてるわよ。うん、みんな変わらない。ああ、ありがとう。うん、うん。あなたには行くとこあるでしょ。ただいま。おかえり。母さん。うん？お茶入れてくれよ。座れよ。
俺着替えてくるわ。何でもいいから一番になりなさい。一番になれば耳が聞こえなくてもみんなが認めてくれる。いいわね。一番になるのよ。
あげり。あれいを踏んでくれてありがとう。筆談で一番になった理恵が本当に心を通わせたかった母に気持ちを伝えたのもやはり筆談でした。その文字の一つ一つが25年間のたくさんの思いがこもった心の声でした。理恵と母の筆談は途切れることなく夜が更けるまで続いていました。筆談ホステス斉藤理恵さん、今彼女はホステスだけにとどまらず幅広く活躍しようとしています。そして今彼女が一番叶えたい夢、障害の方も利用しやすく働きやすい環境を作りたいと思っています。カフェレストランや美容関係のお店も考えています。ハンディキャップに負けない心を斉藤理恵さんはみんなに届けています。このドラマの原作本「筆談ホステス」を抽選で30名様にプレゼントいたします。ご覧の宛先までお送りください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。